さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は、あんまり寝れてないんですけど、まあ元気ですね。すいません、今日はちょっと、あんまり寝てないんで、結構噛むかもしれません。はい。噛み噛みするかもしれません。はい。皆さん、いい日を過ごされてますか？いい人生を過ごされてますか？どうですか？今日はですね、この今日の名言シリーズでの初の女性からの名言です。私、女性からの名言、ぜひ聞いてみたいですね。はい、早速申し上げます。いい日はいくらでもある。手に入れるのが難しいのは、いい人生だ。言えてる。ほんとね。いい日はいくらでもあるけど、手に入れるのが難しいのは、いい人生。そもそもいい人生って何？それが分かってないと、そもそもね、判断つかないですしね。はい。やっぱり人生を知るというのは大事なことですね。本当に。泣けてきます。私、いい人生かどうかがわからないという人間です。はい。いい人生が何かということもわからない人間です。はい。こんなに名言読ませてもらってるのに。修行が足りませんね。修行しようと思います。はい。ということで、最後に、一番最後に、もう一度名言を申し上げて終わりたいと思います。また別の配信でお会いしましょう。できれば私のチャンネル内で。それでは参ります。いい日はいくらでもある。手に入れるのが難しいのは、いい人生だ。